琉球電信電話公社は、復帰前の沖縄において、電信電話事業を独占的に経営していた琉球政府の校舎である。琉球政府が管轄する校舎で、琉球電信電話公社法により、1959年5月1日に発足した。資本金は200万ドルで、琉球政府より、電信電話事業の業務を承継した。 アメリカからの交換機の導入を断り、日本側の交換機を導入するなど、本土復帰を念頭に置いたネットワーク整備が行われた。その後、1964年に本土沖縄間のマイクロ回線開通、1968年の無電話地域解消などの業績を残した。マークは本土の日本電信電話公社と全く同じだが、マークの上部に、 R の文字が白抜きでついている。復帰後は、日本電信電話公社が、琉球電信電話公社の権利義務を承継したが、そのうち国際電話に関する設備は、電電公社から、国際電信電話株式会社に譲渡された。また、職員は国際電話に従事する者の多くが、KDD に移籍し、その他の者は、電電公社の職員となった。 琉球電信電話公社の国内業務は、電電公社沖縄電信電話管理局に引き継がれた。国際業務は、KDD 沖縄支社に引き継がれた。琉球電電発足後、沖縄本島内全市と一部の町村のほか、宮古島、石垣島、久米島にも設置された。復帰後には、電電公社に引き継がれたが、民営化による、NTT 発足後1989年に、 支店、営業所に、名称変更、NTT 再編の1999年までに、すべて廃止された。現在でも、電話局前のバス停が存在しているところもある。沖縄本島沖縄本島内は1970年までに、全域が自動ダイヤル化されたため、すべての地域に、市外局番が付けられた。復帰前の琉球電電時代は、 自動ダイヤルカゴ電話番号は7桁だった。1972年の本土復帰後は復帰前の市外局番をそのまま残した上で桁数を2から3桁増やして10桁とし、市外局番は頭4桁が988.09890980を使うことになった。現在、那覇市など市外局番が098の 地域すべての市町村で市内局番の等数字が8と9いずれも使われている。離島宮古島、石垣島の各島内では復帰前に自動化されたものの沖縄本島や本土と即時通話できたのは復帰後で市外局番も復帰後に付けられた。沖縄全域で自動ダイヤル化されたのは1979年3月に南、北大東等が最後、ありがとうございます。